ピアソン記念館は、北海道北見市にある歴史的建造物及び博物館。大正時代から昭和初期にかけて、宣教活動に従事した、アメリカ人宣教師夫妻のジョージ・ペック・ピアソンと、アイダ・ゲップ・ピアソンの業績を記念して、その宮廷を資料館としたものである。2004年4月から、指定管理者制度により、特定非営利活動法人、ピアソン会が管理。 運営している。1996年に北見市指定文化財に指定され、2001年には北海道遺産に選定された。ピアソン夫妻ピアソン記念館は、北見の創世期の精神、文化などに大きな役割を果たしたアメリカ人宣教師ピアソン夫妻の指定を記念館として復元したものである。この指定は、 ピアソン夫妻が15年間にわたって生活した木造2階建ての西洋館で建築技師のウィリアム・メレル・ボーリズの設計により建設された。上下に開閉する大きな窓が特徴の北見市最古の洋館として知られていたものの設計者は不明のまま保存されていた。しかし1995年にボーリズが設計したことが判明したため2004年11月に ボーリズ記念室を開設して、その紹介も行うようになった。この記念館は、ピアソン夫妻の功績を広く知らせるだけではなく、ボーリズが設計した日本最北の建築物を保存するという機能を持っている。ピアソン夫婦が15年間生活した後は、カンバラ一が8年間、鶴ルー宣教師が4年間、東賀坂町医師が8年間入居した。その後は、 1952年から北見児童相談所として利用され、1963年以降は様々な団体が活用した。1968年から北見市の所有となり、1970年に北見市が復元工事を行い、1971年にピアソン記念館として開館された。2009年10月24日から臨時休館し、 同年12月までに2ヶ月間かけて床の張り替えなど補修工事を行った。2012年、ミーシャの26枚目のシングル、恋は終わらないずっと PV の撮影が行われた。なお、ピアソンの出身地であるエリザベス氏と北見氏は1969年に姉妹都市提携を結んでいる。所在地、北海道北見市幸い町7-4-28。ありがとうございます。